こんにちは、サイクルパラダイスの松永です。今回はクロスバイク、誤解をちょっと恐れずに言いますと、クロスバイクは大雑把に言いますとどれも一緒です。買いたいものを買えばいいと思います。ところがロードバイク用のパーツを使っているクロスバイクだとドロップハンドルにして、ロードバイクに値段が安いことだけがコストパフォーマンスが高いということではない、部品の質が悪い、組み付け前なのにステムが破損していたりだとか、新車ですごく安いのはリスクがあると。そもそもクロスバイクとは一体何なのかっていうところからですけれども、マウンテンバイクみたいに山を走れませんし、ロードバイクみたいに舗装路を速く走れることはできません。ハンドル形状はこういうフラットバーというか、ライザーバーというかハンドルが使われていて、前傾姿勢がきつくない設計になっているものが多いですね。まあ大体多くはマウンテンバイクのコンポーネントが使われている傾向にあります。まあこれといったこう定義っていうのはないんですけれども、大体クロスバイクっていうと、まあそういったタイプのバイクが多いですね。クロスバイクを検討される方ってすごく多いんですけれども、傾向としては予算があまり取れない若い方、これはもう自分も経験がありますけれども、最初スポーツバイク買った時はですね、4万円台のバイクが精一杯でしたね、18歳ぐらいの時。それからまあこれ年齢問わずですけれども、フィットネスが目的だとか通勤通学目的っていう方がやっぱり圧倒的に多いです。そんなクロスバイクなんですけれども、見た目が、まあ、結構似てるバイクが多いですよね。まあ、メーカーによって色カラーリングが違ったりだとか、多少デザインの違いはあると思いますけど、パッと見こう何が違うかわからない、販売している僕らもですね、デザインとか隠されちゃったらはっきり言って何の自転車かわかんないことが多いと思います。でそんな違いをですね、今日は少し説明していきたいなと思いますが、正直言うとですね、5万円台くらいの自転車はほとんどどこのメーカーも同じと思ってもらっていいと思います。でところがですね、メーカーが定めた販売価格の中にいろいろと微妙なこうスペックの違いっていうのがあるので、ここを見たらいいよっていうのを少し説明していきたいなと思います。まずコスパってよく聞きますけど、値段が安いことがコストパフォーマンスがいいということではないと思ってください。その値段なのにこのパーツがついているっていうことが、他社と比較してコストパフォーマンスがいいと表現されることになりますから、値段が全てではないんですよね。例えばこういうブレーキ、これはシマノ製ではないですけれども、同じ5万円ずつのバイクがあったとして、例えば A 社 B 社だった場合に、 A 社の方はシマノのブレーキがついている、ところが B 社の方はシマノのブレーキがついていない、こういうのが差が結構出てくると思います。まあ、こういう名前のついていないブレーキ、メーカー側がバイクを作るコストを下げるために安いパーツをつけていますから、こういうのは壊れやすいんです、はい、なので同じ価格帯で、例えばシマノじゃなくてもいいんですけど、しっかりとしたブレーキのパーツがついている方を選ぶといいと思います。他のパーツ、例えばクランクもそうですし、変速、同じ価格帯でこっちは8速でした、 A 社、ところが B 社9速でした。ここでもコストパフォーマンスの差が出てますよね。なのでバイクを選ぶ際にはそういったところを注意していくといいと思います。ちなみにですね、高いクロスバイク、ここで言うと7万円から8万円ぐらい、もしくはそれ以上になってくると思いますけども、少し値段が上がってくると、こういうブレーキの部品が、キャリパーブレーキ、ロードバイクで使われるブレーキがついて、さらに変速のパーツもロードバイクに使われるパーツが使われることがあります。そうすると少し値段が上がってくるんですけれども、何がいいかというと、後からドロップハンドルにしてロードバイクにすることができます。このマウンテンバイクのパーツだと STI レバーと言いますけれども、その変速のレバーがうまく動かないんです。ところがそのロードバイク用のパーツを使っているクロスバイクだと、後からそういうカスタマイズができる、価格が少し上がってくるとそういうパーツが使われてくるものが多いですね。あとはクロスバイクもディスクブレーキが使われてくるようになりましたけれども、油圧ブレーキで制動をかけるブレーキになってくるので、雨が降ってもすごくブレーキが効きますし、まあ、どんな状況でもきちんと制動してくれるという
ブレーキになってきます。でさらにはフロントフォークとかフレームがカーボンになったりとか、アルミのフレームに対して振動が吸収されたりだとか、軽いからその分疲れにくくなったりだとかことが挙げられますね。ちなみにですね、まあ、インターネット上で2万円や安いのだと1万円台くらいのもあるかもしれませんね。そういった価格帯のクロスバイクになってきますと、一見すると同じように見えます。乗ってもさほど違いがわからないと思いますが、やはり細かい部品ですね、こういうハンドルを止めているステムだとか、それからまあサドルだとか、こういうシートポストもそうですけれども、あともちろん車輪もそうですね。そういったところの部品の耐久性がすごくまあ、低い、極端に低いケースがあります。今はね修理受付 してませんけども、ネットで買った自転車を組み付けてほしいとか、ご相談はすごく多かったわけですけれども、まあ、組み付け前なのにステム、こういう部品が破損していたりだとか、車輪のプレートといいますけれども、そういったものが最初からすごく大きかったりだとか、そういうケースがすごく考えられます。なので、まあ、新車ですごく安いのは、まあ、そういうリスクがあると考えた方がいいと思います。ね、そういうインターネット販売が悪いというわけではないですけれども、ね、安物買いの銭失いではないですけれども、買った後にお金がかかるケースっていうのがありますので、しっかりとしたものを選んでみてください。個人的に1万円くらいの予算があってお勧めしたいバイクは、トレックの FX3 ディスクというのがありまして、これが8万2000円くらいのバイクなんですけども、油圧ディスクブレーキがついておりまして、あとこういうケーブルが全部フレームに内蔵されているタイプのバイクになりますので、FX の3ディスク、をお勧めしたいです。はい、続いてもし、5万円くらいのおすすめは何ですかと、聞かれた場合は、やっぱりここで出てくるのがジャイアントの、エスケープ R3 というモデルがおすすめになってくると思います。誤解をちょっと恐れずに言いますと、クロスバイクは大雑把に言いますとどれも一緒です。ご自身が買いたいものを買えばいいと思います。ところがさっき言ったように同じように見えてもそれぞれ、違いがあります。本当にいいものを買いたいという場合は、先ほどの点をいろいろと注意しながら見てみて、ご自身に合ったものを選ばれるといいと思います。はい、値段が安いことだけがコストパフォーマンスが高いということではないので、そういった点ですね、注意しながらバイクを選んでみてください。参考になれば幸いです。